の236番の方。自分の番号。はい、おめでとうございます。はい、それでは1、さっき2番やりましたので1、3、4、5の中で選んでください。5番、ぶたくりげすみだ。林玉好可爱呀。ミックスギンパー、ミックスギンパーでよ。今日が美味しくしてるから楽しい。ああ。美味しい。好よつ。ね。一番高い金箔です。そうですね。買うときは一番高いものです。主婦、エプロンしなくても大丈夫でしょうか。特に좋아하는거있으시면많이넣어주세요。好きな服がありましたらもっとたくさん入れていきますけど何かありますか。いや、あ。ラッキーしけたらとか、ね、チーズ、チーズ美味しいんですよ、入ると。ヒョンジュンさん、キンパは好きですか。ね、キンパは저스키즈날때많이먹었었어요。キンパ結構よく食べるものです。丁寧に半分に切って、チーズも、はい、包不住了。好用力啊，很用力啊，哇，好圆呐。どんどん形が崩れてしまいます。はい。本当？何か皆さんの声がいろいろ聞こえてくるんですけど。女性の方にこれちょっと大きすぎるんじゃないでしょうかということなんです。3番、じゃあ3番によ。はい、いきます。チキンいったよ。チキンってありましたでしょうかという。サラダのスープ。今回はちゃんと綺麗な形でできるように頑張っております。ファイティングを大きくしましょうか。ファイティング。네이번에는네두분네두분남으셨어요네스타일알겠습니다빨리고르시고選んでください次の方で C 列の40番の方。はい、選んでください。1番、1番부탁드리겠습니다。はい、他不知道是什么东西，他能够翻译。今まで他のキンパとツナは全部入ってます。どんどん量が多くなっているような気がするのは私だけでしょうか。どうして점점양이많아지는가。ミックス状態です。ピクニックとか行ったら、自分がもし彼女ができたらピクニック行ったら金箔とか作っていきたいなとか思ったりもしますか。ピクニック소풍같은거가실때여자친구생기면김밥사들고가야지라고생각하시기는하세요그죠
はい、という彼女ができたら料理してあげたいという優しいヒョンジョンさんですね。今日は皆さんがヒョンジョンさんの彼女です。はい、召し上がれるのはこちらにいらっしゃる5名の方しかないんですけど、気持ちは皆さん全員にキンパを作ってあげたい気持ちだと思います。哎，越来越有经验了。哇，好大的力气啊！今回こそ。今回こそ。はい、だんだん分かってきました。はい。哎呀。はい、わかりました。今回も一人で。お上手。大妈都表示很赞许，已经包得越来越好了。哦，要干嘛？好看，我放那么多，怎么包得起来？ファンミーティングでお料理するんで、ヒョンジョンさんあんまりないんですよね。前ありました。もうないよ。你包不起来了。全部馅儿都出来了。哎，有点腔调了，越来越结实了。这还聪明啊！哎，最后一个很漂亮了，已经。啊！真的很不错。啥事不能给他多干两次？多干两次就成精了。哎呀，好聪明哦！楽しくないですか？皆さんのためにやってくださってるんです。ありがとうございます。上手、上手、すごい綺麗です。上手、試食用のキンパが。なキンパ。好多。はい。サイズ的にはちょうどいい。本格が欲しいな。ほら、ナッツがないんですね。ナッツを選んでくださってるので、ナッツを入れてあげないと。김밥다섯줄싸고이렇게난장판이된경우는거의드물것같아요そうですね。のり巻き김밥作りながらこんなに汚くなってるのはあんまりないと思います。ここすごいです。ごまの匂い。はい。はい、大丈夫です。本当に今日初めてなのに皆さんのために作ってくださいましたので、よろしくお願いします。ファンの皆さんのためなら、皆さんの思い出になるのであれば、初めてのことでも苦手なことでも何でも一生懸命やる。はい、完璧ですよね。はい、神さんもいつもそうなんですけど、ヒョンジョンさんのファンミーティング、あっという間に時間が過ぎてしまって、まだ終わってないのかなと。歌も残ってるんですけど、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりますが、今日皆さんいかがでしたでしょうか。楽しかったですか。ヒョンジョンさんはいかがですか。今日皆さんと一緒に時間を過ごして、もうコンセプトは다르게이렇게가까운스피니어분을만나뵙고요、이렇게소소한즐거움들、뭐기적을쌓아드린다거나뭐포장품을드린다거나이런것들을통해서좀더여러분에게가까운교감을할수있게되어서오늘역시즐거운시간이었다고생각합니다。コンサートとは違って、些細なことなんですが、皆さんにお弁当を作ってあげたり、そして、自分が使っているものをプレゼントしたり、そういう嬉しいことがありまして、近い距離で皆さんとの心の交流ができて、すごく嬉しかったです。皆さんも嬉しいですよね。はい、今日は。お手がけますが、ない距離でもヒョンジョンさんが見えますし、私リハの時に一番後ろの席まで行ったんですけど、その一番後ろでも音の振動を感じられる、そういう素敵な空間だと思います。
はい、皆さんにとってもヒョンチュンさんにとってもヒーリングの時間、元気になる時間、幸せな時間だと思います。はい、私はこの辺で失礼しますが、この後もヒョンチュンさんの歌のステージが残ってます。皆さん最後まで楽しんでください。皆さんヒョンチュンさんに大きな拍手をお願いします。그래서 김밥 냄새가 진동을 해서 노래하다가 배가 고프겠네요. 스테이지에 김밥의 냄새가 굉장히 풍부해서 노래하는 사이중에 배가 고플까 싶어요. 이번에 여러분들에게 마지막 기회를 드리는 건 나는 네 남자야.